有田市は、和歌山県中部に位置する市である。有田みかん発祥の地、香取線香発祥の地である。熊野古道が、市東部を南北に通っている。旧有田郡。有田市中心部周辺の空中写真。2019年9月15日撮影の6枚を、合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。 有田市内を流れる有田川和歌山県の中部に位置し、紀伊水道に面している。市中央を流れる有田川沿いに、中石平野が形成され、市街地及び田畑が広がっている。市北部は白倉山、明神山、阿多山等の急峻な長峰山脈が連なり、港町付近で平野となる。市南部も長峰山脈から派生する山々が連なるが、 北部と比較して標高が低く、千田付近で峠を形成し山林が途切れている。さらに西に行くにつれ再び標高が高まり、最西部の宮崎の花にて、紀伊水道に沈む。四北西部の八島地区においては、さすとその広範湿地によって形成されたと思われる平野が広がっている。沖に、地の島、沖の島の二島が浮かび、 狩も島は以前館潮時の未実続きとなっていたが、東亜燃料の工場建設に伴う埋め立てにより、現在は完全に地続きとなっている。平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると6.98%減の28,470人であり、増減率は県内30市町村中18位。 人口密度は773.01人平方キロメートルであり、県内30市町村中3位。定数15、そのうち0人が女性で、議員の0%が女性。エネオス和歌山製油所早和歌樹園有田市内の郵便番号は、649から 03xx、649から 04xx となっている。 美の島高等学校美の島駅なお、道路線のキーアリタ駅は、当市ではなく、東室郡串本町に所在する。常明寺、ありがとうございます。